魚種で釣り人を楽しませてくれる対馬海域。ジギング、ジグのサイズや動かし方でさまざまな魚が狙える。全国で人気のソルトウォーターゲーム。鉛の塊を、開発段階でいろいろ生き物のように動くように、もしくはターゲットである魚が好むような動きっていうのを追求しながら、ある程度ジグに助けてもらいながら、ある程度自分でしっかり動かしていって、生き物のように過度のない動きを作ってよりナチュラルに食わしていくっていう方法のものと、あとはその魚の性質を利用する。例えば縄張りを作るような魚やったら、そこにジグという何かわからないものが通りかかれば威嚇行動で食ってくる。そういう2つの、特性なんかを使いながら釣っていく方法かな。ジギングのスペシャリスト山本博人さんがこよなく愛し通っている対馬海域。釣果だけでなく、山本さんを対馬に通わせる理由の一つに友人の存在がある。付き合い長いっていうか、そうですね、同じ業界こうやって行って、やっぱりした仲みたいな。はい。元々はじゃあ釣り人同士で。そうです。同じ釣りを愛し極めようとしている2人が惚れ込む対馬海域の魅力とは。その海の力強さっていうか、なんか僕にとっては本当にすごい海なんですよ。食ったスカーンって抜けたっすね今食った食いましたよ。名手が惚れ込む魅惑の海、対馬沖。狙うは両系の青物。この海は2人にどう応えるのか。九州本土の北に浮かぶ国境の島、対馬。日本の島の中で10番目の広さを持つ。昨年12月中旬、山本さんは友人である船長のもとを訪れていた。まずはタックルについて聞いた。結構こう自分の一番使いやすい状態になってます。例えばこのボックスやったら小物ですよね。リーダー、ハサミで、その場で針が作れるように針のアシストだったり、でリングも結構種類がいろいろで、こっちの2つはもうジグですね。こう種類に分けて結構こんな感じで、例えばこういう対馬とかなんかで結構細長いジグでドテラでねやる時なんかっていうのは、こっちにペブルスティックとイージーペブルっていうのが、だいたい100から250で300g ぐらいがちょろちょろ入るように、だいたい200前後でいけるっていう僕のイメージがあるんで、そのぐらいでまとめてます。物が散らばらないようにカゴで、針ですね、こっちは針、針をちょっとこうシステム的に使いやすく分けてて、でちょっとこう九州とか対馬来るときはプラグもちょっと忍ばせてるっていう感じですね。人よりもその地合いを逃したくないとか、その一匹一匹大事にしたいんで、極力自分が把握できるように取り出しやすいように無駄なくっていうのをモットーにやってます。さあ10キロ食ってくれるかな。釣ってもらうなアベレージは6とか、6、7、8、6、7、8あるんですかアベレージで。6、7、8ぐらいかな。準備万端で出船。狙いの両系青物に出会えるのか。船は静かに海へ滑り出した。リアス式の入江を進む。対馬ならではの風景。これねすごいんですよ。対馬ってこう、リアス式みたいな感じで、こういう風にね水道をこう通りながら西へ東へ移動できるんですよ。でなのでこういう12月とか1月とか冬場の寒い時の北風とかにもすごい強くて、西から吹けば東へ、東の風が吹いたら西へで逃げれるんで、結構荒れても釣りができることが多いんですよ。船は今日のポイントである西側を目指す。
グはね 210g ぐらいからやってみて、スピニングタックルでちょっと抵抗の少ないあのセミロングタイプ、まあロングからセミロングタイプのものを使ってまずやってみてます。でリールはハイギアタイプのもの、一巻きの糸巻き量がちょっと多いものを使って、まずこれで。ブリかヒラマサか釣れてくれたらいいんですけどね。ボトムからね、60m までやから、そうですね、30m 強は反応あるみたいなんで、そこからしっかりと狙っていこうかなと。イワシで、まあケンサキイカの、まあ、小さめのやつとかが入ってきてて、それを今捕食してるっていうのが大体のパターンですね。最近はこうスルメが少なかったり、あ、食った喋ってたら食った、喋ってたら食いましたね。おいきなりちょっといいのが、量形の感触、サイズが期待できそう。重いあら、よいしょ、いきなりいいのが来ましたねはい、おめでとう。結構ありますね、うん、おいいとこ入ってる、上かかりや、よいしょ、一発にこれ来ましたよ、やったいいとこかかってますね、ばっくり。喋ってたらバンって引きたくなりました。なんかこれがスピニングの楽しさっていうか、結構ジャカジャカシャキってドーンって持っていくんで、すごい楽しいですね。ファイトもぐんぐん差を曲げていってドラグ出してくれたんで、いきなりの6キロ超え、食いも悪くなく次も期待できそうだ。さあ次、はい、了解サイズアップ、サイズアップこうまあ塩加減もあるんですけど、結構こう食い気のある魚が多いなっていうのも対馬のイメージかなと思います。食わない時はやっぱでも全然食わないですけど、塩が当たればすごい食ってくる。95m、 さあやってみます。 95m、 ヒラマサもねついてるはずなんで、漁師さんもすごい多くて、こう灘の方ですね、岸側の方は今サワラとかがいいみたいで、沖の方はね、なんかこんなごっついサバを取ってるみたいです。魚が多いんですよね、対馬界隈って、すごいいいなと思います。今日はもう本当にね、対馬の12月、僕結構この対馬に10、11、12って昔よく来てたんですけど、12月でこんだけ暖かいってなかなかなかったですね。今日はすごい汗ばむぐらい暑いです。しゃくりながらも次なる手を山本さんは考えていた。今こうね、赤いかを結構食べてるみたいなんで、赤いかっぽいでしょっていうところで、ちょっとジグをリードタックルの方にもつけとこうかなっていう感じで、どっちにもね、やっぱりベイトタックルにはベイトタックルのいいところ、スピニングにはスピニングのいいところっていうのがあるんで、それをまたちょっと加えてサイズアップやったり違う魚種やったりっていうのをちょっと狙っていこうかなと思ってます。とりあえずポイントついたんでやります。96m、
った。取りましたよ。今のね、ちょっとふわふわに変えたんですよ、ジャークを。ゆっくりめのジャークに変えたら、そこの方で一発で食いましたね。20回目ぐらいかな。うわあ。いい走りを見せてくれている。サイズアップしたか。すごいでしょ。そこから20回目ぐらい、これはねふわふわが良かったです。でもちょっと魚のサイズが落ちたってことは、さっき早くしゃくって大きかったんですよ。だからちょっと次また早くやって大きい魚が反応するかっていうのもしっかり見ながらパターンを組み立てていこうと思います。いい魚です。一匹一匹をいかに釣るか、まだまだ山本さんの試行錯誤は続く。でね、次は、ゴロッと変えてベイトタックルで一回やってみます。これでジグも平たいタイプ、平たいタイプの方がヒラ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 よくするんで、20回目のところら辺になんかこう塩の壁があるっていうか、ちょっと重さが変わりますね。当たったんじゃない？当たったんじゃない？ほら、やっぱりフォールにまくりました。何かわからない。こうジグが落ちてる時にこう当たりを取るのはやっぱりこのベイトタックルの方がずっと糸をこうテンション張った状態で出せるんで分かりやすいと思います。おお元気見えましたね。見えたら走っていきました。これもね、無理に止めたら糸バーンって切れるんで、怒ったら走らせてあげて、でちょっとこう抑えながらある程度疲れてきたら引っ張ってあげる。ベイトタックルでの攻略大成功。いいサイズのブリだ。はい、おちょっと太いな。よいしょ、来ました。ベイトタックルに変えて、またフォールでしっかり食いましたね。こう魚が多くてすごいいっぱい食ってくれるんで、何やっても釣れる感じになってきました。やった。丸々とした体型、連発させるための秘訣は何だろう。地合いは絶対大事ですね。地合いのために地合いのない時頑張ってるっていうぐらい地合い大事です。で地合いの時にその今までやってたその自分の答えが一番近かったらやっぱ釣れるんで、そこでまた答え合わせもできるんで面白いですよね。でその地合いがあることでこうね、ジギングやり始めの人もやっぱ釣れるんで、それもいいとこやと思います。本当にいかにロスを減らすかで、どんだけ長い間ジグを人より長く水の中に入れとけるかっていうのはすごい大事だと思うんで、釣りをしながらも次の手を常に頭に入れているというわけだ。食った。これずっと追っかけてくるんですよ。それが最近の道具って分かるんですよね、めっちゃ。で前上がりがしっかり取れるんで、この食う前が分かるんですよ。ずっとこうジグの横を
泳いだりとか、追走したりしてて、今まで例えば10かかってたテンションが8とか6とかになって急にドーンって入るんですよね。これが今の前当たり取った感じです。これすごい面白いです、前当たりが取れるの。見てください、この食い方丸飲みですよ。加速すんなよ、加速すんなよ。回しますね、一回。おお、軍飲みや。どんなかかり方。すごい。すごい。この食い方見てください。もう完全に餌やと思ってるやろって感じでしょ。これがジギングのすごいところです。鉛なんですけど、アクションとか形状とか早く巻いたり遅く巻いたりすると、もうこんな完全に餌やと思って食ってますもんね。面白い釣りですよ。狙い通りの一匹。いいテンポだったのだが、対馬は甘くない。さっきよりちょっと潮が緩くなってる感じがしますね。ジグの抵抗的に。で、ちょっとバイトが今減ってるんかもわかんないですね。ちょっと次はね、グロ。夜行ですね。グロ入りをちょっと試しています。これで何かが変われば。フックいるんかな。悔しい。面白いね、これが。潮が緩くなった途端、杭が落ちる。魚は正直だ。スピニングで調子の良かったちょっとシルバーにしてみます。シルバーの方が食い込みがいいというか、なんかいい、そんな感じがしますね。こう落とせる時もね、ちゃんと糸見て、糸に変化があったらすぐ合わせんとダメなんで。ちょっとまたワンピッチで様子見て。潮がない。ぼちぼち上がろうか。了解です。いやでもやっぱ対馬すごいですね。潮時のラッシュはえげつないですね。もう一潮行ってくれたらね。そうですね、なんかちょっと潮今日遅れ気味みたいで、ちょっと食いがね、後半の狙いがちょっとねできなかったですね。午前中は絶好調、午後は厳しい初日だった。次の日、西風が強く、対馬東側のポイントを攻めることになった。はい、どうぞ。96m、魚礁です。はい、到着しました。2日目です。96m。まず魚礁からやってみたいと思います。今日もなんか引き続き、まあ、風はあるんですけど、そんなに寒くもなく、あったかい感じになってます。食え。昨日と状況がガラッと変わって反応がない。船長も魚影を探す。ポイントを一つずつ攻めていくが、魚探に映るベイトの姿がない。船がおらんやな。漁師帰り。100メーター。
ようにはいかないですね。今日は平政を狙ってますからね。どっちかというと比較的やっぱ平政の方が難しいですよね。釣れる時は釣れるんですけどね。その後船長が探し、山本さんもしゃくり続けたがバイトはなかった。あーもうちょっと反応が長すぎる。反応なし。ずーっと回ったけど、やっぱりいろんな潮の流れとその風向きとあの自然の流れでやっぱりどうしてもこう悪い時いい時っていうのはあるんで、だから魚礁見てても魚礁しかないもんね。こう全然ベイト反応もなければ何もないもんね。昨日と全然違うね。海が反応もなく風も強くなってきたので起き上がりすることになった。ちょっとやっぱりもう今回はやり残した感がすごいあるんで。いやいやいや、もう釣らし残した感がですよね。ちょっと1月すごいもう一回ちょっと来させてもらいます。ぜひぜひ、もうスケジュール合うんやったら、はいはい。年をまたいでのリベンジ決定。対馬の海は山本さんの思いに応えてくれるだろうか。1月中旬、対馬東側のポイントに入る。リベンジなるか。反応が結構上ずってるみたいなんで、ちょっと広範囲に、まあ、そこから20メーター上げたところら辺から反応があって、そこからまあ30メーターほどしゃくってねっていう指示やったんで、まあ5、60回しゃくらんじゃないですね。あかん、遠すぎる。ね、例年やったらね、これやっぱ1月半ばっていうのは結構こう魚礁に着いたりとかね、10キロ場登り回ってるんですけど、今年ねやっぱり船長とも喋ってたんですけど、ちょっとこう魚の入りが悪いなっていう感じで、まだこうボンボン釣れるようないつもの対馬になってる感じじゃないみたいですけどね。実は年末年始とあまり状況が良くなかった。それでも限られた時間で良景を目指す。前回ポカポカ陽気やったんですけどね、やっぱさすがに1月は寒いですね。私はまだもっと寒いはずですけどね。来たー、よいしょ。あー、ちょっとねビートタックルで、あのずっとこう潮を見ながらずっと今やってたんですよね。でも変に潮ないんで、あんまこうルアーをバーンって動かすってよりはこうふわふわ泳がしようと今食ってくれたんですけどね、かからなかった。どうしようかな、どうしたら食うかな、こっちかな。この日もベイトの反応が薄い。チャンスはあるだろうか。風が強くなってきた。はい、上げてください。周りに移動します。ジグを変え魚にアプローチする。チャンスがある限り決して諦めはしない。はい、どうぞ。47メートル。はい、ちょっとねポイント移動して浅瀬に入ってきました。ちょっと大きいね風があるんで、ちょっと浅い方に来て、まあ、青物だったり、根魚だったりっていうのをちょっとやってみたいと思います。よっしゃ。なんか食った。そこもん。食った？うん。アコかわいい、かわいいアコが。よし、これはリリースしないとダメですね。よし、抜けた。ピョコンとバイバイ。
った。よし。一回目でコーンって当たったんですね。やったー。ビヨーン。アコー。よし。よしよし。アコー。そこもの連発だが、可愛いサイズばかり。だいぶ風が強くなりだした。残り時間にかける。食うならこの辺やねんけどな。食い上げた。よっしゃ。あれそこもんかな。あれそこもんかも。そこもんかな。首振ってんね。なんやろ。叩いてる。タイ。何かな。見えた。なんか。タイ。綺麗なタイ。よいしょ。予想についてましたね。そこから3、4回目ぐらいで来たから青ボクだと思ったんですけど、タイでした。残念ながらタイムアップ。でも山本さんの対馬への思いは変わらない。ポテンシャルはすごいと思います。平政だけじゃなく、どの魚にとっても大きくなる場所だと思うんですよ。なので、釣れないことがあったとしても魚は必ずいる場所だと思って釣りができるんで、やっぱり自分のモチベーションも期待度も上がってくるんで、まだまだこう通いたいなと思う海域の一つですね。素晴らしいフィールドでも良い時も悪い時もあるのが釣り。一人の釣り人の人生を変え、何度も足を運びたくなるような釣果を体験させてくれる対馬の海。山本さん、対馬通いはまだまだこの先も続きそうだ。